今回は1950年創設、韓国で最も古い英字新聞の一つであるコリアタイムスの韓国人記者が執筆した私たち韓国人は感情的で理性的と題された記事への反応です。早速ですが以下が要点になります。日本が韓国に対して経済制裁を行った後、記者は複数の外国人から世界的に名高い日本人の冷静さや明確な目的意識に比べて韓国の人たちは感情的ではないかと告げられた。韓国国内の新聞の社説にさえそういった論調のものがあった。外国人の言う感情的とは非理性的で抑制がないという意味だ。韓国人が感情的かと問われれば答えはイエスだが、非理性的かと問われれば答えはノーだ。日本は保障に関して1965年の合意で解決していると主張するが、その合意は日本の責任を全て免責するものなのだろうか。韓国の最高裁はそうではないという判決を出したが、安倍は自由貿易の原則を破る形で報復してきたのだ。だからこそ我々は日本が韓国にしたことを思い出させ続けようとする。そういった面では確かに韓国人は感情的が、おそらく日本に共感している一部の欧米人は彼らの母国が日本と同じ植民地支配の歴史を経験しているからだろう。韓国人は泣いたり叫んだり顔を赤くして怒ったりと様々な感情を見せる国民だと海外から見られている。朝鮮半島は大国同士の利害が衝突する火薬庫であり、様々な紆余曲折が繰り返されてきた地域だ。そういった過去のトラウマがあるだけではなく、現在も存在自体が果てしのないトラウマとなっている。だからこそすぐに感情的な爆発を引き起こすのである。だが2016年のろうそく集会が他の国で再現されることは難しいだろう。腐敗した国のトップを平和的な革命によって罷免したのだ。このろうそくの明かりは韓国国民の成熟した感情あるいは情緒的成熟度を示しているのだ。韓国人が感情的に団結しているとき、この国民のポテンシャルと強さが示される。日本との対立が深まればますます国民の団結は強まるだろう。今後韓国人は感情的だと指摘する際には、そこにはちゃんとした理由があるということを理解してほしい。感情的であることは我々にとってそこまで悪いことではないのだ。以上になります。多くの外国人読者は韓国在住者や元在住者が多いは、韓国人が感情的であっても理性的ではないと考えているようで、コメント欄には失笑が続出していました。